陸装候補生たる陸士長を装着。正式には制服の左腕部、明細服の右腕部に装着する。陸装候補生は陸上自衛隊における陸装承認予定者。陸士長として部隊等で実施される陸装候補生選抜試験に合格し、陸装候補生の指定を受け、初級陸装としての教育を受ける候補生である。写真。 階級賞、基賞は、自衛官候補生採用の陸士長が、部隊等で実施される、陸装候補生選抜試験に合格し、陸装候補生の指定を受けた時の階級イコール、陸装候補生たる、陸士長である。略賞は、総合自衛官候補生採用の陸士長で、約1年以上良好な成績で勤務し、部隊等で実施される。 陸装候補生選抜試験に合格すると、陸装候補生たる陸士長に指定され、制服の左腕部、迷彩服の右腕部に陸装候補者気象を装着する。一般装候補生採用の陸士長で、約1年以上良好な成績で勤務し、舞台等で実施される陸装候補生選抜試験の合格により、 陸総教育隊への入校が確定した時点で、正式な陸総候補生に指定となる。制服のあらかじめ襟に、陸総候補者気象を装着する。旧一般総候補学生は、陸総教育隊入校時期の指定があったため、舞台等で実施される、陸総候補生選抜試験の受験が免除のため、 自動的に陸装候補生の指定を受け陸装教育隊に入校していた。旧装候補士は舞台等で実施される陸装候補生選抜試験の合格により陸装候補生の指定を受け陸装教育隊に入校していた。2013年4月より高等校科学校生徒制度において生徒が陸上自衛隊高等校科学校を卒業後 生徒陸総候補生たる、陸市長の自衛官に任官、制服のあらかじめ襟に、陸総候補者気象を装着し、陸総教育隊への入校が確定する。陸総候補者気象陸総候補者気象陸総候補者、気象陸総候補者気象級性格、方面体管内に所属する、陸総候補生の陸総教育隊入校区分北部。 方面隊管内に所属第一陸総教育隊、北部方面混成団東北方面隊管内に、所属第二陸総教育隊、東北方面混成団東部方面隊管内に、所属第三陸総教育隊、東部方面混成団中部方面隊管内に、所属第四陸総教育隊、中部方面混成団西部方面隊管内に、所属第五陸総教育隊女性自衛官。 教育隊、東部方面混成団各方面隊管内に、配属される、生徒陸総候補生の陸総教育隊入校区分。北部方面隊管内に配属第一陸総教育隊、北部方面混成団東北方面隊管内に、配属第二陸総教育隊、東北方面混成団東部方面隊管内に、配属第三陸総教育隊、 東部方面混成団中部方面隊艦内に、配属第4陸層教育隊、中部方面混成団西部方面隊艦内に、配属第5陸層教育隊を装着し、そのままで、陸層教育隊に入校する。旧一般総候補学生においては、制服のあらかじめ襟に、陸層候補者気象を装着しており、入隊から、常備装着で、陸層教育隊に入校していた。 旧総候補士は、制服の腕部に、陸総候補者気象を装着しており、入隊から常備装着で、陸総教育隊に入校していた。旧一般総候補学生と同様、陸総候補生選抜試験の受験が免除のため、自動的に、生徒陸総候補生の指定を受け、陸総教育隊への入校が確定する。例下の教育隊もしくは教育隊機能を持つコア。 部隊と小規模部隊等所属部隊で教育を受けることができない場合は、駐屯地に所在する他の部隊の候補生と合同で、教育を受講する場合や上級部隊で教育を受講する場合もある。気候共同連帯の前身である、第一気候教育隊においては、陸層候補生課程を担任していたが、部隊改編に伴い、富士学校へ集約級一般層候補学生と、 違い、部隊等で実施される、陸層候補生選抜試験の受験が免除され、自動的に、陸層候補生の指定を受ける制度ではない。旧一般層候補学生が、部隊等で実施される、陸層候補生選抜試験の受験が免除され、自動的に、陸層候補生の指定を受け、陸層教育隊に入校する体系と同じである。陸層航空層中学生等、 家庭教育履修中に承認を伴う場合を除き2等、陸層は最短3年9ヶ月、1等陸層は最短6年の勤務期間を必要とする。ありがとうございます。